ラップラーバキ、星さん。オーガと呼ばれる最強の生物兵器であるハンマユージローを父に持つ主人公のハンマバキがあらゆる超人たちと後楽園ホールの裏側にこっそり存在する地下闘技場でトーナメントバトル漫画をするシナリオ。この漫画の革新的な部分は主人公が一巻の初っ端から地下闘技場のチャンピオンだという設定であり、主人公は様々な伝説の人物だったりとの防衛戦をさせられるという部分のシナリオの工夫がディモールとベネ、塩田剛造だったり大山マスタスだったりといった感じの伝説上の現存した格闘家をいい感じにアレンジしてトーナメントとして戦わせて、どっちが強いのかといった格闘技マニアがファミレスで妄想するようなことをエンタメとして漫画に落とし込んでいるところがベネ、強者風にキャラを出してこいつは世界最強だと出したキャラを即落ちに込ませたり、トーナメントが決まった後にその対戦相手をひっくり返すとかの手法を生み出したところが凄すぎてあんこが震える。白熊と戦いたいからといって小熊をさらって親熊を自分の強さの証明だけに撲殺したり、山に平和に暮らしていたヤシャと呼ばれるオーダルを強さを証明したいからとその子供を皆殺しにしたり、挙句の果てに麻酔銃を使って拉致してきたヤシャを、ここは君の居場所じゃない、お家にお帰り、自分都合で拉致してきたくせに、ひでえのぜ。といったことを平気でする動物虐待漫画な部分もぶっ飛んでいてべね。